この付近も住まいしてません。ちょっと道が狭すぎんねんな。この上は住宅街がいっぱい並んのでね、ちょっと降りたらこんなんですわ。これはおかしいね。どこだ？ナビで言ったらこの辺やけど、さすのは。住んではりませんかね。これは？違うね。いや、ここなんかあるよ。あれ、まさか荒れちゃうやろね。あれみたいやね。探し回っとんねんけど。これはダメですね。ナビは全然違うことさしてるね。これでしょ。おそらく。井戸だと。ほらほら、井戸みたいやわ。薬。薬井戸。薬井戸っていうの。あれね。なんで書いてあるの？弘法大師空海が、目を傷んでる人に、千貫水でして授けられたという。おお、そうですか。近年までは綺麗な水が出ていましたか？そうですか。どうですか？あら、なんか藻が生えてますね。そうですか。じゃあ今使われないんだね。これわからなんだね。そこは左曲がってね。全然違うとこナビが指すもんでね。いやいや、失礼しました。ここですか。薬井戸。なんで言うんだろうね。薬いいやけんな。薬いいどうかね。そういうことになりますか。はい。だいぶ15分探したけどね、ここにありました。すぐでございました。そこ右曲がってね、中でどうと入って。はい。ありがとうございました。薬いいでございました。お、これなんだ。110番、子供110番か。はい。ありがとうございました。薬いいでございました。